皆さん、こんにちは。今回は極大極小の演習問題を取り上げます。しっかり学んでいきましょう。まず極地の特徴を確認しましょう。例題1に取り組みましょう。答えを解説します。まず1階の条件を思い出しましょう。次に2階の条件を適用すると極小地であることがわかります。例題2に取り組みましょう。答えを解説します。利潤の定義式は次のようになります。この式に問題文の情報を代入すると以下の式が得られます。この式を L で微分して0とします。これは1階の条件です。1階の条件の式を順次計算して利潤を最大にするような雇用量 L を導き出します。次に2階の条件を確認します。まず解を L で微分した式を思い出しましょう。これをもう一度 L で微分します。この符号はマイナスであり、極大値を持つことが分かりました。最後に学んだことをチェックしてみましょう。もしどこかにチェックが入らなければ、もう一度動画を見直して学習しておいてください。